ちらは今朝の5時前です。ホテル戻ってきて速攻寝てました。これからね、武器が今日の夜8時から試合、19時から試合なんで、まだまだちょっと先なんでね、時間が。だから今から地下1階に降りて、誰か練習できるかどうか見て、吉野にスーパーマーケット行って見ようかなと思ってます。これさ、ここのさ、エレベーターのボタンあるじゃん、ヘルプのところをさ、なんか閉じるボタンと間違えてさ、なんか押してしまってさ、あれ OK みたいな前から言われてる。ごめんです。You are OK みたいな。ヘルプ。ちなみにここが朝飯食うとこです。今日はここ行くかマックウーバーの2択ですね。ちなみにこっちがプールで、プール。俺海パン買って泳ごうかな。いや、アイス。ありよね。これ冷たいんかね。いや、温水って書いてある。温水なん。あ、はい。ちょ、泳ぎます。あ、てか全然ありやね、だったら。じゃあちょっと今日は海パン買って泳ぎたいと思います。最近ちょっと太ってきたんで。さすがにカードキー抱くとか24って書いてあったんですけど、ね、24って言われたんだけど、どうやら24じゃない可能性が。Hey guys, sorry. なるほどなるほど。Did you guys leave anything in here? Did you leave anything in here? Yeah. なんて言ったのかな。Come on, it's open. It's okay. Yeah, they just took off. That's why I cleaned up the trash and whatnot. 誰もいませんと。さすがにノーバディですか。はい。でも練習会場はこんな感じで、何セット ?1234、1234、1234、1234の4、え、何セット、これちなみに対面でじゃないんで、44の8、8、8、8、8、シワ32。すげえ、すごいです。まあちょっと人が来るまで待つか、まあ、マーケット行ったりして今日一日をスタートさせたいと思います。スーパー到着、朝5時です。寒いです。ちょっとね、まだ今回買い出しができてないんで、買い出しして行きます。マニーカーをしますよ。果たしてキーや。あるっす。重た。はい、重たい。重たい。何を買いますか。お、レッドブルがありますね。ちなみに昨日の牛角にもレッドブルありました。今日はいっぱい動画撮るぞ。試合ないんでプールでも泳いでやるしな。ちょっと束の間のこの休憩を楽しんでやろうと思ってます。チーズゾーンですかね。このかっこいいコーチジャケット、エボデのね、行ったスーパーでかかったけど、ここも多分中規模、小規模以上、中規模未満みたいなとこだと思うんですけど、こっちやっぱレッドブルがね、いろんな種類あるやつ。このブル、これはやっぱりないですからね、日本には。イエローエディション、これがウォーターメロンなんで、スイカや、スイカ味、これレモン味、トロピカル。おー、これ面白いかも。
フィグアップル、ブルーベリー、海外はね、いろんなブルーの種類があるんで結構ね、楽しめるんですよね。海パンなんかね、ジャグジーみたいなとこでプールがあって、ジャグジーみたいなとこは温水なんですよ。ないな。横取りにね、白とうちの奥さんやコメント欄でもあったんですいませんね。僕はちょっと縦取りのガチだったんで、今日から横取りのガチにします。あ、俺ね、エヴァの時で食ったね、クロワッサン食いたいんやな。めっちゃ美味しかったんやな。あれ、ウォルマートだったっけな。こういうクッキーとかやっぱりちょっとあったら食べたいよね。ケーキ。いやーねー、俺やっぱ太りますわ、毎回思うけど。これはピーチトルノバ、うん、クロワッサンが食べたいな。まあなんかこういうちょっと甘い菓子パンみたいなのも何個かあっていいかなという。ピーナッツバタークッキーありやな。あ、マドリー、マドレ、マドレーヌ。レモンクッキー、まあ、ちょっとあのクッキーは超高ですね。パンゾーン、ジャムゾーン、よし、キャラだね、よし。あ、ハム買おうかな。冷蔵庫あったけ、エボの時はねなかったんすよ、確か冷蔵庫が。いや、ちょっと買おうかな。デリフレッシュチキン、あ、チキンか。まあもうちょっとわからんので、適当に行きます。多分これターキーブレスト、なるよ。オスカーマイヤー、ターキービート、ハネシャスモーク、チキンブレスト、こっちやな。なんかチキンがいい。チキンでいいんか。ちょっと待てよ。待て。やばい、もう返しが効いとる。買うしかない。水とかね、食料を買ってきました。大体100ドルぐらいかな。です、こんな感じです。まだこちらまだ6時前ですね。今日雨降っとったかな。じゃあ Uber を使ってホテルに戻りたいと思います。はい、川野と朝飯旅に来てます。おはようございます。英語が全く喋れずに今店員さんに圧倒されてました。もうちょいゆっくり。マジで早いです。これ買って今日何する予定なんですか。
はい、オロセンでやります。はい、オロセンを今日はずっとやっていきますんで、僕はやることない。なるほど。プールで泳いでおく。あれ、ここ、あ、なんかプールありますよね。ここプールあるけ、温水の、あ、そこそう、温水プールだけ。温水、そう、すっごい。ここで泳いで、ブライアン F とか対戦して、はい、オルセンやります。一人で泳ぐんですか？一人で泳ぐよ、一人で泳ぐ。誰もおらん。今、部屋で、グループ B の試合をかけと見てます。まもなく川野の試合が始まります。どん兵衛もたくさんあります。とりあえず川野の試合を見届けたら、下に行って練習しようかなと思うんですけど、これ会場なんかリクライニングできたりするんかな。フォーフィールズ選手出てきてから、ね、こっから使う選手増えましたよね。増えた増えた、確実に。そうか、レッドブル組手の会場みたいな、こんなやばいましたね。この川野の試合を見届けて応援して、しかも川野ちょっと痩せてます。やっぱり選手がやってきました。エボでね、はい、まず見てね、応援して練習していきます。今会場に向かうシャトルバスに選手じゃないんですが乗せていただきました。前はメナがいます。横にはブゲがいます。どうですか今日の調子。今日の調子、さっきね対戦しましたけど、うん、どうだった。クソつまらんかったつまんか、つまらんかった、うん、クソつまらんかったけど、いつも通り、うん、いい感じにつまらんかった、うん、じゃあなるようになるな。よし、頑張ってまいりましょう。カーノもね、勝ったんで、まずは1日目、今日の対戦相手はメナということで、うん、どうなるか頑張ってもらいましょう。今日は風がすごい強いです、はい、じゃあでは今から会場に向かいます。会場に着きました。アイドーム、すごい、いろんな人の写真が、あ、ここがね、今回の CC 本戦会場、まがまがしいですね。ここであります。中入ってきます。今会場の中に入ってきました。くっついて入ってきました。こんな感じです。スト6の私有台でみんな遊んでますね。やってます。こんな感じで控室の様子はちょっとさすがにあの雰囲気が重かったんでしたんですけど、本戦会場はこんな感じになってます。すごいなぁ、ハッポンカップや。連覇、ならず。まあでも毎年ね、スター選手が出てくるとかいいことなんで、スト6で継続して頑張れるようにね、またこの舞台に立ちたいですね。なんです、ライトボール。アメリカン来るとちょっとね、レッドブルじゃなくてレッドブルみたいな、ちょっとなまってしまうわ。あ、うまい。 NL 対ファルコやってます、ね、まあこんな感じです。今ちょっとトイレ探しておったらこういうものがありました。エンタートゥーウィンストリートファイターフィギュア、But I do know that there's盛り取りますね。ちなみにこっちめっちゃ寒いです。
腹減ったな。これはクラブみたいなのかな、もともと。チュンリーいいな。あ、チュンリーエロいな。あー、これビーチ、ビーチ、ビーチ、ビーチ。フィギュア。お、ベガ。ロレントがおる、ロレント。ロレントいますね。No, Megan Fetch. It was the four. Man, it's like Megan Fetch. Okay. Megan Fetch knows this. Alright, now. Margo has a nickname that originated from the movie Will and his wife. Which month is that? Sugay, いろいろありますわ。 This is Fetch. こっちは？ こっちはなんかバーカウンターか。で戻ってきたって感じです。インタビューやってます。これは2017年のカプコンカップか。ネモさんがネモさんがワヤされてます。やっぱこの時のメダはね、超新星。まあ俺もそんなに海外人のこと知ってるわけじゃないんで、あんまり偉そうなこと言えんすけど、まあなかなか聞かんような名前でしたよね、当時は。あ、てかルーザーズからまくったんか、メダすごっ。これはきつい。すごいね。ちなみに僕ここいました。何回見てもいい光景ですね。これは一応今回も壇上にはね上がる予定。川野か優くんが勝ったら、はい、こんな感じです。はい、We got it, the corner! 名物応援。いいよな、こういう応援があると嬉しいよな。モノが今対戦したんですけど、そうね、CPT のね、いいところ、風物詩じゃないですけど、これはね、すごい、すごい。アウェイ、アウェイでしたな。2018年の振り返りやってます。まだこの時は遅いですね。若いですね。サニーさんにリセットをされてしまった。この
And I think this one is the one that should come. We're very soon. Reposition here against the throw. ここでオーナー土倉さんボケ、そしてその後ろに久保が、The fact that he took it back, didn't want to get to Washington, it's so crazy to see all the way they did that. Oh, you're going to look at the world. Good monster. I'm going to win. I'm going to win.寿司ですね。ここで飯食います。寿司が来ました。これはグッパチの丼です。寿司盛り合わせ食べます。